こんにちは、南雲慶典です。今回はいつもの、ブログのお話ではなくて、ちょっとお願いがあってビデオを撮りました。それはですね、当店に修理の時計を送るときは段ボール箱に入れて送ってほしいんです。なぜかというと、先日ですね、封筒で送られた方がいるんですよ。こういう封筒で来たんですけども、その際に時計が、時計そのものは真ん中プチプチというかでちゃんとくるんであったんですけど、こういう状態で入っていたんです。で、こうなっていて、僕は当然、開封しなきゃいけないので、上をハサミで切ったらベルトがわずかにこう出ていたんで、ベルトの先端を切ってしまったんですよ。ですんで、そういうことがやっぱり起きちゃうので、なんていうのかな、封筒で送るのは申し訳ない、僕らのミスを誘うような形になるので、段ボール箱に入れて送ってください。お願いします。